皆さんこんばんは。常念司の経済ニュース最前線。はい、いやすごい雨ですね。いやーびっくりですね、はい、いやもう全然もう電車動かねえ、はい、そうですね、結構影響してますし、桜川さんも今日足止めを食らってそうなんですよ、で運休になってるのに、はい、駅員さんがなんかそれを認識してなくて、もうパニックになって来ます来ますなんて言われて、待ってた。駅員が認識してない？そうなんですよ、なんかもう掲示板も狂っちゃってるっていう、ね、あらあらあら、そうだったんですか。いや大変でしたね。私なんてね、電車平常通り運行してたのに、ね、思いっきり遅刻ですからね。いろんな影響が出てるんですね。何の言い訳もできないんですけど、はい、頭の中に雨が、頭の中にこう集中豪雨がありますあります、ね、はいはい、そんな感じ、はい、もうじき災害派遣に出ますから。そうですね、災害派遣、はい、僕 の、 あの脳内災害派遣脳内災害派遣、脳内に災害派遣来てもらいたい、はい、あのポケモンでいうところのね、あの気絶みたいな状態わけですけど、はい、これね、ちょっとまあ経済ニュースといえば経済ニュースですけど、ちょっと今回の雨被害深刻ですね。尋常ではないですね。やばいですね、はい、なんか栃木あたりで孤立してる集落、栃木、茨城はですね、はい、かなり大きな被害になってますね。あ、はい、雲がね、動かないんですよ。そうなんですよね。このね、アメッシュ評論家なんですけど、はい、僕えあの東京アメッシュ知ってます？あの雨降ってる場所がリアルタイムで、はい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 、ずっと昨日からね、もう5分ごとにアメッシュリロードして見てるわけですよ。全然動かないんですよ。普段アメッシュね、こうなんかこう雲の流れが見れるんですよ、2時間前ぐらいから、こうアニメーションで動かしてくれた、はい、あと1時間ぐらいでいなくなるなと思ってたら、もう下からどん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 こう雨雲が供給されてきて、無限の戦闘能力かっていうぐらいいやー台風がね、どうなるかと思って心配してたんですけども、この雨雲がちょっとね、ですよね、なんかもう倒したかと思ったら、なんかフリーザーのまたメーターが上がり始めるみたいな感じでこう見たらこうなんだこれやみたいな感じで恐ろしいですよね、はい、でまだ降ってるんですよね。そうですね、ちょっとずれたんですけど、今の現時点ではですね、かなり降ってますよね、はいはい、なんで、まあ、ちょっとこれ自衛隊の災害派遣が必要ですよね。そうですね、そろそろ、あの茨城では、はい、はい、あ、もう要請出たんです、出てますけどもね、あ、はい、いやもうこういう状態でですね、まあ、あのただでさえね、この気象状況も大荒れですけれども、ね、株式市場も大荒れということですね。大荒れですね。ねえ、もう本当にね、はい、水曜日にはね、はい、あの豚の大虐殺が起こりまして食肉加工工場みたいな状態になりまして、あの売り豚さんって方がいらっしゃるんです、もう何でもあのショートショートでね、はい、日本株もう指数ガンガン売ってた人たちがいて、うん、1万7600円ぐらいまでね、もう売りまくって調子こいてたんですが、はい、水曜日に全員ね、ヤギ豚になりましてね、1300円もドカーンあって、もう歴代東証始まって以来というか、歴代2000年に入って最高の上げだったみたいですけどね。まあ翌日また落っこっちゃいましたけど、はい、まあこのいわゆるこうボラティリティ、略してボラですね、ボラ、ボラが大量発生ですよこれ。ボラがもううわーって、もう川がもうバチャ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 みたいな、もう鳩屋なんてもんじゃないみたいな、もうオール鳩屋みたいな。鳩屋のね、そう、あれを知らないと何とも言えないですね。河口からもう、こうかなり上の方までビチ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 みたいな、なんじゃこりゃっていうぐらいもうボラがこんねんだよ何なんだこれは。全く違うものを想像しちゃってます、はい、大量のボラが今ボラが遡上してきます。うん、どうすんだって感じですね、はい、で、あの一説によると、ね、はい、これブルームバーグのニュースなんか言ったんですけど、まあ、いわゆるね、あのクオンツパニック、クオンツパニック、はい、まためんどくさいこと言ってますけど、はい、あのクオンツってあのまあ何て言うんですか、まあ、あの高等数学みたいなのを使って株価の分析をする人たちがいるんですよ、はい、でそういう人たちが、まあ、いわゆるこう何ていうシステムトレードみたいなね、うん、やつを、まあ、組んでるんですよ、その理論に従ってね、はい、あのでそのシステムアルゴリズム、まあ、あの取引ともいいんですけど、アルゴリズム取引で、まあ、要はこういう状況の時はもう売りとか、うん、こういう状況の時は買いとかいうので、で急激に値動きすると、うん、それをこうなんかむしろ助長するような注文が大量に出されて、で上にも下にも激しくこう動いてしまうと。で水曜日に起こったのは、まあ、いわゆるそのショートスクイーズっていうやつですね、はい、まあ、要はその売られすぎたんで、誰かがこう買ってきてガーンって上がると買いが買いを呼ん で、 でラスト30秒で300円ぐらい上がりましたからね。そうなんですね、1000円高から1300円高ぐらいまで一気にドドーンってきたんで、はい、もうそこでもうブタブタブタみたいな感じでこう、はい、ブヒーみたいな、なんかボラとかブタとかね、そうそう、お物は消毒だボーンみたいな感じでみんな焼き豚し大変ですよ、はいはい、そういうことが起こるんで、はい、アルゴリズム取引が助長してるんじゃないかって説があるんですけど、これね検証はできないんです。あ、そうなんですね、はい、あの実際のところ本当にそうかって、はい、みんなそうは言いますけど、はい、うん、ちょっと分かんないんですよね。で、あのもう一個、まあ、まことしやかに言われてるのが、はい、まあ、チャイナがね、はい、
まあ、もう全く今金がなくなってきちゃって、うん、でそのオムニバスファンドって、あのオーストラリアに あるチャイナ資本の、ね、投資ファンドあったんですよ、でトヨタ の、ね、あの大量報告書なんかにも名前が出てきて、大株主だったんですよ、ところが今ねオムニバスってもう一個も持ってないんですよ、一回ねオムニバスファンドがものすごい売って、でなんとかっていうなんかその、まあ、チャイナ名のね、なんかその個人名がなんかのところに移ったんですけど、そいつもいなくなって、この間大量報告書見てみたんですけども、チャイナ系のファンド一個もなくなっちゃったんですね、トヨタ。でその辺のこう、まあ、2000年代というか、あのあれですよね、あのリーマンショック以降の、まあ、ちょうどその、まあ、この間の株価クラッシュする手前ぐらい、もうちょっと前かな、2010年ぐらいからかな、その辺からこう徐々にこうあの、まあ、増えてた、まあ、チャイナの持ち分が、まあ、2011年から12年あたり、まあ、2013年あたり顕著だったんですけど、2年前ぐらいに急にその持ち高を減らしてるっていうことがニュースになって、で2015年だと全くないと、ということで、まあ、金欠状態のチャイナがもうあとラスト少し持ってる株をもうめちゃくちゃ売って現金化して、でそれでひょっとして元のね買い支えをやってんじゃねえのと、っていう憶測があります、はい、これもね検証しようがありません、はい、これもあの市場の噂なんですね。だからまあその人民元のね、はい、その買い支えをまあやってたんですけど、まあ諦めて1回 5% 切り下げました、はいはい、で 5% 切り下げたところで止めたかったんですが、まあ先週も言いましたけど止めきれない、バンバン売り浴びせられてるんで、売ってきたらもう買い直すしかないですよね。そしたらねカウンターで買いをやるのに、まあその時にはもうドルを売って元を買うしかないですから、だから外貨建ての資産バンバン売ってドルに転換して、で、あ、ドル、まあドルを得て、でドルからそのまあ元に転換するというトレードをしているのかもしれない、わかんないですね。だとするとそのもしチャイナ系のファンドがそのまああれですよね、はい、チャイナのそのまあ株価のクラッシュの、ね、原因にもう金なくなって元の買い支えのためにその政府系ファンドが世界中で株売ってたとすると、あいつらの持ち高がゼロになったらもうそれ以上売るやついないわけですよね。ああ、そうですね。そうするとまあ上がんの、って話なんですけど、もう分かんないです。こう分かんないです。どうなるか分かんないです。でいつどれぐらいそのどこにどういう名義で持ってるかとか、いくら持ってるかって全く分かんないんで、まあ、ただ一個だけ分かってるのはそのオムニバスでね、その有名なファンドはもうほぼ空っぽになってるよということなので、まあ、そろそろ最終局面かな、いや分かんないです、意外と懐が深いからしこたま買い込んでる恐れも分からないですね、あるので、まあ、ちょっとどうなんのかなというところですね、はい、なので、まあ、しばらくちょっと株式市場はですね、まあ、このチャイナ関係のネタで不安定になっちゃうんじゃないかなと、まあ、とはいえね、あの先週あたりが結構、まあ、かなり動いたんですよ、セリングクライマックス的な、まあ、今週もそうでしたけど、まあ、毎週やってるんですけど来週もかな、そう、まあ、よくわかんない、まあ、そう、もう毎週セリングクライマックスって言ってますね、もう逆進ですが、僕が言ってる限りはね、セリングクライマックス来ないと思いますまあいいんですけど、まあ、ガチャガチャやってるうちに、はい、まあ、いくつかの その仮説、まあ、だからその、あのアルゴリズム、あの取引だったら、はい、まあ、市場が落ち着いてくれば逆に止まるってことですからね、アルゴリズムがね。でそのもしチャイナが原因だったら、まあ、売るものなくなったら終わりってことだし、はいはい、であとはもう一個ね、前から言ってますけど、その対策が政府から、ね、出てくると、まあ、ちょっと市場の風向き変わりますよということにもなりますよね、はいはい、だからそういうふうに考えてくると、まあ、あのね、安倍総理が、まあ、無投票で自民党総裁再選されまして、で一応まあでも総裁選無投票ですけど、はい、公約を発表するということで、まあ、あのアベノミクス第2章、はい、経済徹底的にやりますということで、はい、もう出てますので、そうすると、まあ、安保法案ほぼほぼこれ可決見通し立ってますから、まあ、そうするとその、ね、年の後半は経済かなと、はい、ね、でアップを始めたどころかもう本格的な練習に入りましたと。本格的にアップから、ね、軽いランニングだけだったらもうちょっと筋トレ始めてます、ね、筋トレ始めてます、ね、もう試合もうそろそろ登板しますよみたいなことでこう盛り上がってくるとね、日本はいいのかなと思うんですよね、はい、まあ、あとまあその実際補正予算どのタイミングでいくら打つかとか、はい、あとまあ日銀の金融緩和、はい、来週あるのかないのかということですけど、まあ、どっちなんでしょうね。一応ね、黒田さんの性格から言って、基本的にはサプライズを好みますので、そうですね、はい、あるぞとは多分絶対言わないんですよ。あ、はい、やるときもやるって予告してやるってことはまずないですよ。いきなりやる、いきなり、いきなり、はい、という意味で言うと今はなんかもういきなりやるための地ならしはほぼ終わってる感じですね。あ、このタイミングで9月やったら多分サプライズになると思うんですよね。9月やるか、まあ、年内にあるかもしれないと思ってるんですけど、9月にやるかなって思ってる人はまだすごい少ないと思うんで、まあ、サプライズ好きの黒田さんには絶好のシチュエーションかなと。で10月去年やった時も全く誰も予想してなかったです、はい、あ、そうなんですね、マジでみたいな感じでしたんで、
だもし9月にやったとするとこの、ね、売り豚どもがぶん投げたぶん投げたポジションをどうしよう豚さんの絵が浮かんじゃうんですかね。売り豚どもがぶん投げたポジションを拾った人がこれ、ある種わらしべ長者的にそうですね行っちゃうのかなって思うんですけど、投資は自己責任でお願いします自己責任いうことじゃないかなと思いますね。だからまああのチャイナがまあどうなろうとね、基本的にはまあ日本がしっかりと対策すれば大丈夫ですし、はい、まあチャイナがそうなってる状況で日本をもっとその悪くするようなことをしてた政治家っていなくなったわけじゃないですか。まあまだ野党としていますけど、小形とか枝野とかね、まああのポッポ君とかね、まあいろいろいるわけですよ。はい、宇宙人ね、宇宙人とかポッポとか鳩山とか、でも同じですか。青どもがね、藤井博久とか与謝野薫とかね、もう貧乏神どもが、ね、こいつらみんないなくなりましたよ、はい、まあ、なので、はい、まあ、まだマシかなと、まあ、少なくとも金融引き締めに走ったり、はい、量的緩和終わるなんてことは まずないので、その点ではまあ安心して見ていていいとは思うんですけど、ただ問題はね、そのいつやってくれるかということですよね、はい、あとまあ安倍総理 そのまあ考えている補正予算というのも今もう地ならしでね、3兆円という規模がアナウンスされてるわけですよ。それからあとあの素晴らしいアナウンスが出ましたよ、この間ね、消費税の、軽減税率、なんとあの 10% 払った後に、あれですね、マイナンバーで返金しますと、しかも上限4000円というですね、年4000円ですよ、年すごいですよね。で、4000円じゃ少なすぎるっつって、じゃあ5000円って言ってお前舐めてんだろ、俺らの感じだみたいな、大変ですよ。もう八王子でそんなこと言ったらもうボロボロですよ。また八王子で、ね、八王子でそんなこと言ったら舐めてんのあとは、本当もう先輩呼んでこられちゃうんですよマジで。一番やばい先輩来ちゃうんですよ、そんなこと分かってんのかな。そのね、立川とか八王子とか、やばいです、あのもうね、あたりでは、まあ、今日はちょっと相模原置いといて八王子立川、そうですよ ね大変ですよ、青梅あたりだとそんな言葉通じませんから、そんなことおめえ何中だとか言われますよ中学、出身中学聞かれますから、おめえ何中だなんか目くらましじゃないかっていうね、目くらましってかアホだと思いますよあれしかもね、還付させるため あの天下り団体作るらしいんですよ。税金増やして税金で経費取って、でちょっとだけ返すっていう、もう舐めてんのかみたいな、わざと批判されるようなことをね、いや、あれ財務省ともあろうものが、あれまずいでしょ。だって公明党も、あの公明党は賢治の知恵ですよ、そういえば賢治の知恵発動で、もう聞いてないって言ってますからね、公明党ね。でしかも我々の考えてるものと違うと、違うと、いい意味での軽減税率になってないと、賢治の知恵使われちゃいましたよ。すごいですね、公明党がついに賢治の知恵を使ってくれたということで、いやこれやばいですよね。高橋おじさんがね、はい、あの 10% にするっていうことに注意を向けないためのなんか、あ、そうなんですか、ね、いや、あのくだらないことなんか 10% もうやめちまえみたいになってるんですか普通はそうなるんですけど、うん、どっちかというと注意がそっちのね、あ、軽減税率の方、いやだってもう新聞がみんな激おこでしょ、だって、新聞あれだけこうなんかね、地ならしして俺たちだけは 8% って思ってたのに何 10% 取ってから返すのなめんじゃねえみたいな話ですよね。なんか ね笑してもらってますよね。だって月々4000円が、あれでしょ、まあ、4000円だから 10% の400円でしょ、で 8% だと、しは320円とか80円しかかってこないんですよ、1ヶ月、はい、1ヶ月80円返ってくるから新聞って安いねとか言ってすいません新聞うち届けてください、やるかやるか、1ヶ月80円も安いんですよやるんか舐めてとここの野郎みたいな、もう一番怖い先輩連れてこられちゃうんですよ、怖い先輩、一番怖い先輩来ちゃうんですよ、一番シャレになってない先輩がこれ来るパターンですよ、ほんとマジでやばいですね、もう舐めてんのかとか、ね、やばいですね、伝説の怖い先輩が、伝説をもうちょっとやばいですね、はい、茨城から来ちゃうんですよ今ちょっと雨降ってこれないんですけど、ね、電車動いてる、茨城先輩半端ないらしいですから、はい、この間そういう、はい、ガッティさんがそう言ってましたから、ね、はい、フリースタイルラッパーの、ね、ガッティさん、茨城先輩半端ないですって言ってましたから、ね、はい、大変なんですけど、いやだからちょっとどうするんでしょうねこれ ね、でそんなことを、まあ、はい、ガチャガチャやってる間にね、はいはい、まあ、あのチャイナショック進行中ですよ、本当に。だからチャイナショックがあまりにもね、まあ、いまいちだと、このまま増税そのものも封印かなと思うんですよね。まあ、いろんな、まあ、政治的な駆け引きがあるかもしれないですけど、まあ、はっきり言ってチャイナショックってこれから良くなるとかじゃないんですけど、今地獄の一丁目ですから、はい、ね、地獄 の、まあ、あの東村山温度でいうところの4丁目からさ東村山温度で言うなら4丁目
チャイナのね。東村山通り。チャイナは、はい、はい。例えるのね。まだ東村山のところからあります、多分。ね。まだこれからですか。で、この後はあれですからね。東村山にあって、最後、わーお、一丁目一丁目で、もうここでもうドッカーンみたいな。昔、あの、飛騨沖海戦の歌でね、あの、はい、レイテは地獄の一丁目っていうね、歌詞が、あの、それちょっとまずいだろうって言ってなんか後で変えられたらしいですね、はい、あ、そうなんですか。あすいません、まあ、いきなりテレビに飛んだ。普通1丁目からなんですけど、はい、シム県的には4丁目から 4、2、1 ですか。なぜか3丁目ないですからね。東村山1丁目なんてないんですけどね。東村山市ですからね。詳しいです。もうなんかこの番組西東京のネタばっかりですね。なんかね、多摩大好きみたいな、みんな多摩が好きみたいな。もう多摩から今度中継しようかみたいな。ね、もう東村山の駅前から中継みたいなね。隣の小川駅から中継なんですよね。それ小平なんですけどね。まあまあど小平とか立川とか八王子とかそこばっかりですね。はい、ですね。ね、いやだからそういうことで、ね、本当にね、あの4丁目から3丁目、最後も1丁目1丁目みたいな、1丁目1丁目の時に共産党がいるのかどうかみたいな恐ろしいことになってますよね。でこれあのあれですよ、はい、あの八重洲文人ラボの掲示板でも書いてますけど、はい、高橋洋一先生がね、うん、推計を出してまして、うん、あの現代ビジネスで検索していただくと出てくると思うんですけど、はい、あの輸入のね、あの、まあ、伸び率と GDP ってほぼ相関してるんですよ、正の相関があって。でチャイナって輸入がマイナス 14% とかなんですよ、前年比で。普通ね、輸入がマイナスだと GDP もマイナスなんですよ、成長。だ今 7% って多分嘘で、下手するとね、マイナス 4、5% なんじゃねと。いきなり。だからもう 10% ぐらいさばよんで。すごいですね。ギリシャの粉飾決算笑えないですよね。なんかもう粉飾だらけで何を信じていいのか分からないですね。すごいですね。もう東芝なんてもんじゃないか。はい、本当に。チャレンジどころで。習芝、習近平だけ。習芝。チャレンジです。あ、そう、チャレンジャー。チャレンジャーです。チャレンジャー。はい、チャレンジの2乗、3乗ぐらいですかね。チャレンジ3乗みたいな、ね、恐ろしいやつらだなと思うんですけど、だからもうこれかなりちょっとチャイナはやばいと、うん、はい、でアメリカのですね、まあ、あの利上げもおそらく見送りだろうかなと、うん、まあ、ちょうど来週なんですけどね、 FOMC がね、はい、うん、おそらく見送りかなというところで、まあ、下手すると年内封印とかなるとね、これ一気に年末フィーバーの恐れもあるんですけど、うん、まあ、そういう今状況なんですよね。でチャイナは来年以降どんどん悪くなりますから、そうするとやっぱりチャイナのね、あの前にも、まあ、いつも言ってますけど、チャイナのその景気の悪化っていうのは、うん、その銀行が潰れたりとかじゃないんですよ、うん、そのいわゆる実体経済を通じてじわじわこう広がってくるので、うん、一旦これどこまで行くんだみたいな話なんですよね、はい、そうするとまたほら市場が疑心暗鬼なんですよ、うん、そういうこうフィードバックなんですよ、あるとしたらね、はい、だからやっぱり市場が不安にならないような、まあ、しっかりした、まあ、あの景気対策ですよね、うん、からまあ金融政策が必要かなと、はい、でやっぱりその民間が金使わない、はい、まあ、つまり個人が金使わない、企業が金使わない、だったらあとはやっぱ金使うときには政府しかないですから、うん、ここはやっぱ政府がね、 ある程度景気に火をつけるっていうのはありなんじゃないかなと、うん、で特に今消費が低迷してるわけだから、やっぱりあれですよね、低所得者向けの補助金もしくは減税、はい、まあ、こういうのが一番効果があるので、うん、まあ、そういうところにまあちょっとね、うん、フォーカスしながら再分配政策も込みでね、うん、まあ、やっていくと日本経済、まあ、復活できるかな、まあ、いろいろできるんです今、うん、とりあえずデフレ終わりそうなので頑張れば、はい、なのでいろいろ手はあるということで、まあその辺はそんなに心配しなくてもいいんですが、まあ問題はいつ本気になっていただけるかというまあことです。まあでもそういう点で言うと、まあ今はね、安倍さんね、アップ終わってこれから本格的な、ねね、練習入って、ね、筋トレからこのもうブルペン入りしてもう登板しても OK みたいな状態になってくると、この日本株もまた盛り上がり、ちょうどそれが参院選にかかるとまだ民主党が涙目になって日本のためにいいことが起こるんじゃないかなというふうに思っております。はい、はい、ということで、まあ、チャイナはですね、はい、まあ、東村山4丁目ということですね。わかりやすい、東村山、まあ、それこれあ2丁目でした、ね、あ3丁目のところですよ、間違いです、すみません、4、3、1なんですね、2丁目がないですね、嘘つきました、すみません、はい、東村山3丁目でしたね、はい、どうでもいいですけど、まあ、ということで、はい、はい、まあ、東村山とチャイナの共通点ということでね、今日お話しさせていただきました。はい、はい、経済ニュース最前線、また来週。